はい、こんにちは、スクーキワカメと申します。それでは、I wanna be the average ですね、続きをやっていきたいと思います。いやー、前回のね、この前のマップ、2時間ちょっと、やってましたね。いや、今まで、ツル、こいつ出てきましたけど、そんなにね、数も多くなかったから、あ、このツル、やばいやつだって思いながらも、ごまかしごまかしやってたんですけど、あの数はね、さすがに、苦戦しました。今回これ1本だけだから頑張れるけど、よく言ったと思う。本当粘りがちだよ。で、大丈夫かな。あう、え、針はしょっ、え、あ、これ1段ジャンプでここまで行って、2段ジャンプでこっち行かないとダメか。くそ、オッケー、この1本なら頑張れる。ちょっと待って待って、早い。なんかはっはっ、にゅっ、あー届かなかった。くそ、はっ、よっしゃ、いった。これ嫌な、うー、はっ、まあもうペナルティじゃなかっただけね、いいと思う。はい、ここ死にたくないな。はっ、うっそ、あ戻れないから降りるしかない。こんでポンポンと行って、どこのタイミングであいつ飛んだんだ、どこで来んだろう。ここだとまだ来ないか。あさあ行ってみよう。あっ、こういうことね。よっしゃ、うわくそ、はもうすぐボスか。まだ続くのかな。はい、これでいい。で、やつが、お前は、お前も大丈夫、これで行っていいっすかね、本当に。はい、待って、ここで死にたくない。ちょっと待って、これ死ぬな、これ死ぬな。はい、行かして、よし、行った。で、ここは何が起きるんだろうな、なんかあんな、読みたくないな、あれ。まあ読むしかないんでしょう、行こう。はい、足場、はい、足場ん、あ、あれが足場になるってこと。あう、こんであれが足場になんなかったら笑っちゃうんだけど、あ、やっぱそういうことだな。向こうから行けと。落ちてくんなよ、OK、足場も落ちてくんなよ、飛んでくんなよはい、あー、分かってたのに。どっちかは飛んでくんだろうなって思ってた。はい、この野郎戻ってくんなよ、お前も飛ぶなよ、行くぞ、行かして。あう、お、いよいよボスじゃないこれ。待って待って、素直に素直に行かして。はい、で、上か。あ、ボスっぽいですね。じゃあ、行こう。これが多分ラスボスになるのかな。ちょっと待って。あ、これに、これに打ってってことか。またこのパターンか。はい。はい。スケープゴートのね、ラスボスも、このパターンなんですよね。はい。どんな攻撃パターンをお持ちかわかんないけど、いけない相手じゃないと思う。はい、あのコテシちゃんだかコイシちゃんだかに比べれば全然こんな弾幕なんてことない。はいはい、あー、ちょっと待って待って、そりゃあかんわ。この感じなら全然苦労しないで倒せんじゃないかな。ちょっと待って、なになにそれ、長いって。そんなパターンもお持ちか。こいつの攻撃パターンさえ全部見ちゃえば、もうあと避けるだけ打つだけだから、変なテクニックいらないし、あの鶴のとこに比べたら全然楽、楽ちんだと思いますよ。はい。もう、しっかり見て避けるだけ。はい。オッケー。いいね。これ警戒して、端っこにいた方がいいな、基本。結構長いから、攻撃が。はい。で、青になるけど、攻撃パターンが変わるっていうわけじゃないと。はい。で、これは、あ、これか。やっぱ左に痛いな。危ね、
はい。あう深追いしすぎたなあ。でも全然いける。弱いぞこいつ。もう全然怖くない。はい。まだ見ぬ攻撃をしてきたらやばいけど、はい。なになになに、危ね。そんな技も持ってたのか。え、ちょ待って。よくわかんないけど、避けてんだけど、練習したいな、それ。ん?あ、違う、これ、やべ。あれ、練習しないと死ぬかもしんないな。はい。あ、やべ。うわ。飛べばいいのか。リンゴの色が変わんのは別に、今、この辺だよっていう目印的な感じなのかな。攻撃方法も何も変わんないし、緑の後もう一色多分あると思うんですよね、メーター的にね。ただそのまんま何も変わんないんだったら、倒すのも時間の問題だと思いますね。はい。もうずっとそれでいいよ。はい。これか。これもね、全然優しい。はい。全然いいよ。もうその辺をずっとやっててくれると。やべ!はい。あれは飛べばいいか。で、はい。オッケー。見切った。他に何かまだ手は持ってるかな?それ次第だな。はい。緑。緑になった。ここはちょっと深追いしないで。はい。結構ね、調子乗ってるとこれで死ぬんで。はい。オッケー。サクサクだな今回。ほい。無敵時間か。一丁前に無敵時間を。はい。そろそろ色変わんじゃないかな。はい。あ、黄色か。これが最後ですかね。で、パターンも変わんない臭いから、多分これでいける。ほかしなきゃいける。はい。で、またこれでしょ?はい。オッケー、いいよ。はい。あと2発ぐらいかな。はい。はい。ん?まだか。はい。やべ、危ね。オッケー、これで。全然弱い。はい。よっしゃー、34プレイング。クリア、来たな。結局一番難しいのがあの鶴のとこだったな。これ、落ちたら死ぬのか。オッケー、じゃあ、いつもの画面に戻りますか。はい、というわけで、セーブデータ選択画面の方にですね、戻ってまいりました。クリア時のデス数が1989回で、クリアタイムが、4時間11分11秒と、このうちの2時間ちょっとと、ほとんどあの鶴に持っていかれたっていう。あそこで行き詰まんなかったら、2時間ちょっとデス数も半分ぐらいで済んだのかな。総合的に見ると難易度低すぎもせず、高すぎもせず、まあ、中の下ぐらいの難易度かなと思うんですけど、いや、本当でもクリアできてよかったです。途中のね、ハリゲー地帯とか、どちらかというとね、本当僕の得意な部類の道中だったので、最後まで楽しくプレイすることができましたね。ボスも難易度は全然高くないので、やってれば倒せる系のね、ボスなんで、ぜひね、いろんな方に遊んでほしいなって思えるアイワナですね。初心者の方から上級者の方まで楽しめるアイワナだと思います。それではこれにて、アイワナビーザアベレージ完結ということになりますが、引き続きいろんなアイワナやっていきますので、これからもね、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録していただけますと励みになります。それではまた他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。